今年の審査に関してですけど、昨年以上に質は全体的に上がっているというふうに思います。で、皆さんがいろいろなことを考え、建築のこれから未来を考えたときに、よりその素晴らしい建築を作ることが、皆さんの役目であり、このデダロミノステでの審査をする上で最も重要なことが、その建築がどうあるべきかを考えて、それに対する答えを出していくことです。あくまでも建築賞ですから、もちろんデダロミノステの最も重要だと言われている、建築家そしてクライアントとの関係、これも大変重要なことですし、そして最も重要なと言われているのは、やはり建築の新たなる提案、または建築としての未来はこうあるべきということを提示することが重要ですから、その辺について来年度も次回の場合もその辺については十分な可能性を皆さんが開いていってくれることを願っています。そしてこの9月には表彰式がありますので、テアトルオリンピコでまた皆さんとお会いしたいと思います。よろしくお願いします。